はい。これでライブ開始できる。あ、映ってるぞ。はい。はい、OK。OK。あ、なんかね、この、VS コムみたいなの、やってほしい人いそうな感じがするんで。めんどくさいな。そう。やり直し。これさ、どうやってさ、普通にやっていきましょう。ああ、セレクト、ああ、そうですね、セレクトプラスでいいとか、ポケバネです。ゲームキューブコントローラー繋がないとできなかった。では違う。そんな覚えがあるんですよね。っていうことだけ聞いといて。まあ、現状ついてれば終わりだから。必要な攻撃でも現状ついてちゃう。絶対使うやつやと思うんですけどね。あんま覚えてないから、もう普通に、やりゃいいかなと。
これでや。もうやりすぎってぐらい攻撃してる。ほら、やりすぎ。タイミングが最悪。ほら、なんか消されとんじゃん。30秒もかかってる。はい、植えついてるんで、そのまま、はい、られないかもしれません。で、こっからも、まあ適当にやるだけだから。いやー、こんな方法でコンティニューするとかありえんですよ、ほんと。そんなやつおらんやろ、ほんま。GC 版は、海外の、Nintendo 64の、ドンパズルリーグの移植版、まあ、単純な移植じゃない。移植かって言われたら移植だけど。そもそも出てくるキャラクターがポケモンとで違うので。そうそう、あの前の、ゲーマーズラウンジに、なぜか海外の、ポケモンパズルリーグ持ってきてる人いて、ちょっとやらせてもらったんですけど、あれ、まあ、ゲームは違いますね。なんでこれ繋がんの？はい。もうこれいいでしょ。これちょうどいいとこ。出てない。はい。で、10人で終わりだっけ？まだあったっけ？やべ、ミスった。4連射で終わるの？これ。まだあるんじゃん。あ、普通で回答されそうです。どうボケすんの？で、どうですか？3箇所？まあいい。はい。はい、おしまい。まだあるじゃん。長っ。あ、でもこれ確か最後だったと思う。
全然記憶が、本当に全然記憶が頼りにならない。なんでしかもさ、こいつさ、シック構えとんの。ここへ来さらに追加しなきゃならんじゃん。はい。15じゃん。はい。そうですね。15ステージですよね。10人ぐらいで終わりかと思ったら、そこから一つずつ伸びてくる。本当はね。はい、お茶飲みまーす。あれ？出てこない。ってことは。どうやるんだっけ？はい、出てこないし、あれなんで。とりあえずコントローラーつなぎまーす。どうだっけ？まあいいや、調べよう。出すの面倒だよ。で、しかもこれ、メモリーカードがないとできないとかちょっと嫌なんだけど。Z を押しながら LLAB を。
ハード。出てこない。とりあえず、ここなんか作んないとダメかな。ミスター、これね。あ。一旦抜いて。やっぱりゲストだと出ない。はい、じゃあ V ハードやってみます。死ぬんじゃね？イケメンから。まだ生きてる。マジか、まだ生きとんのか。すごいしんどいな。なんか降ってきてねえんだけど。あれ？来るタイミングってあのタイミングなの？なんか降らねえなって思ったけど、あのタイミング降らない。あ、天井ついてない。攻撃が、ものすごい弱い。
アイテムを連鎖してくるか。あ、ずれてる。で、相手がすっごいやりやすくなったってなってるから、ちょっと言っとかないと。よし。あれ、ヨッシーの金棒って、スーパー版ありましたっけ？ああ、なるほど。インテンドパワーの使いがあったんですね。そりゃちょっと手に入れるの大変だな。マジか、これすごい。勝利打ち激しい。おい、ちょっと待った。あ、ダメだ。はい。もう消せねえじゃん。はい、消せ。消すとこなくなっとる。これでしょ。相手の攻撃とかがなくなってくれればいいんだけど、まあまだ持ってるよね。
あ、でも、そんなに。あ、消せない。あ、消すもなくなった。やったぜ。とりあえずこれぐらいで押さえといて、ちょっと見せたけど。これ苦しいな。ロックで止めて、はい、消すとこなくなった。危なかった。何やってんだろう。はい、なんかでかいの来て、もう終わりでしょ。消したけどおしまい。消しておしまい。でもこれぐらいに。あ、間違えた。まあ、これぐらいかな。最初の教室としては、これで。あ、消すとこなくなった。やば。あ、消すとこなくしすぎだね。なんかうるせえのもガチャガチャやってんじゃん。コンピューターが。パワーが足りない。もう待て。うん、すごい甘かった。攻撃が今でも甘い。足りてない。
それぐらい。まあ、こんなもんかな、まず。ああ、そうですね。決まりね、いや、まあ、でも、押すけど負ける。ていうか、あれ、ただの、お邪魔タックだしな、言うて。だから、お邪魔タックだから、知り上げる必要が全くないっつうか、まあ、まあ、ないっすよね。なんか、でかいの来ちゃった。とりあえず5連射ぐらい。一回、で。様子見てから。で、受けてる。受けてるから、その受けてで、あ、下が来てない。すごい処理落ちがひどい。で、消して。とりあえず、消して。2連鎖、なんか無理やり繋ぎつつ。また繋がる。まあ、こんなもん。たくさん消して。まあ、まだ消せるので。はい、こんばんは。やばい。やばい、すごい長いんだけど。相手、まだ消せんじゃん。ああ。やば。もう、ちょっとさぁ。相手やばすぎないこいつ。あ、やべ、落ちた。やべ。今全く見えなかった。無視してた。とりあえず、無視しないように。で、なんとかして繋いで。やばい、やばい。やばい。頑張って繋いだけど。ただ繋いでるだけになりそう。ただ繋いでるだけじゃん、こんなの。ほんと。長い長い。それは追いついたけど。消せるのは分かってるけど、とりあえず追いついたら。で、これ上に引っ張らせて、上消して。
相手消せなくなってない、まだ消すか。なげえな、これ、ほんと。まあ、こんな感じ？それぐらいかな？ 1、2、3、4、5、はい。で、3連発して、天井が出るから、そのまま、理解に行っていけばいいって、あれ？なんか、すごい減らされてない？なんかちゃんと落ちてる風やのに。なんかすごいでかいの来たんだけど、なんだこれ。マジかー、ここまででかいの来てくんのかこれ。はあ、12連鎖もあんのこれ。やば、やばないこれ。やばないこれ。あ、よかった。2分で終わった。やばい。いってる。なんかね、いきなりでかいの出してくるよね、こいつら。全然足りてない。ほんま。3段分くらいしたんで、しかもすぐ、ピタリと1枚や。マジか。いってなかったか。回したら11でいいや。いや、1がこんなでかいの返ってこないから。で、まあ、来たところでこんなに。もう、ここまでやれば、そんなに、そんなにいいでしょ。あ、やべ。あ、上ついてなかった。やべえと思ったけど、案外ここまでやろう。あ、やべ。で、運転してて、髪の運転して、やべ。ど
どこ行く？なんかでかいの組んでない相手。パチッとかなんか今見えてんだけど。そろそろ終わり？まだある。まだなんか組んでるな。今終わった？はい。じゃあ落として、はい。終わった。いけないし、うん、世界になって。はい。はい、すぐ、全然見つけてから。行き過ぎたね、あいつ。はい、そう。マイク落としたわ。いや、落としてないよ。あ、変な音入ってんの。落とす感じの。あれ、なんか入ってきてんの。なんかすごいでかいのが入ってる。まあ、テーブルとかにも使うことない。なるほど。10とか10ぐらい。
あ、これでいいや。9連鎖で、やばいな。めっちゃ楽しかったから、それで。全然、相手の攻撃が来ないんだけど。はい。こうやって。あ、確かになんか、クッキーとかも、この辺も。ルール的、ルール的なのかな？なんか、ちょっと攻撃してくるとか、一人ぐらいが、ちょっと、ずっと体力、体力に込めてくるとか、すごい、ありますね。なんか13連勝かっていうのが全然なんか大したことないから。全然回だけなんで、やっぱり。ちょっと切らないと攻撃いかない？ちょっとやって。あ、いった。はい、いけるからね。
7年あれは7年だ。多分連鎖になると思うんですよね。まあ、また上に行ってきて。やばいな。上聞けなくなった。半分のスポットと言ったら失敗したんですよ。できないようにリフレッシュしていく。全然相手やられる機会がないんだけど、こういう相手どうすりゃいいんですかね、これ。なんか、少なくなるときはあるのに、全然、見せてくれない。多分これ言ってたと思うので、言ってくれって安易に言っちゃったけど、言ってくれじゃないかもしれないので。
とりあえず、受手に回して。6連鎖マジで、あれ、あれ、レッツ入るの？最速ブックシーター、あれ、連鎖になるかもしれなかった。あれ、押して。リングついてるから、まあ、見たかったか。最近汚くなってる。セラセのレベル500の足切りで、ワールドですか、プラス2ですか。ワールドだと、まあ、テクリスずっと狙っときゃなんとかなるし、クラシックだとそうじゃなくて、鍛えるっていうところも結構必要だし、またあの、800台、900台、ちゃんと、最速っていうか自分で使い入れて積むようにすることも必要ですし。どうも。なんか58分ぐらいで終わりましたけど、RPG にやるんだったらもっと大乗りゲーになっちゃうんだね、これ。大乗りゲーって全く面白くないんで。あ、ワールドだと、まあ、レベル300までをちゃんとテトリスで早くやれば、正直言うと、あとは下じゃないか、上入れになっても突破はできるんですよ。なんかクラシックも同じことでできちゃうんですけど、こっちにしても、300まで、で、まあ、1分半とか出しときゃ、あとは、まあ、いけるかな、っていう。ワールドでも1分40秒ここまでで出しとけば、足切りは突破できるかなっていう感じですね。で、300からもう崩れなければ、割といけるんですよね。特にワールドだと崩れた時に、あのガチャガチャ、レバー動かしたりボタンで回転して、で、時間稼ぎっていうのを、んで、この時間稼ぎなくせば結構あっさりいけるぐらいじゃないかなと思います。まあもちろん、大きく地形崩れちゃうと割と速度落ちちゃうし時間もかかっちゃうんで、そこは気をつけた方がいいと思います。300からは崩れなければいけるんじゃないかなって思います。はい、頑張ってください。
もう、あ、7時か。そんなに、その時間までやってるとは思わなかった。ちょっとご飯食べる準備でもして、次、もう一回やるかどうかは、その後考えます。まあ、このゲームやってるとね、そんな人来ないからね、すごいやりやすくていいんだよな。あとは、明日のゲームアグラウンジも割と、もう一回言いますけど、アネコン好きな人が、なぜか何人か来るので、そこで、またアネコンやるんじゃないかなと思ってます。スペシャルサンクスね、なんかね、その、任天堂の偉い人とか、なんかすごい人とか、名前書いてるんですよね、ここらへん。任天堂オブアメリカとか。はい。じゃあ、一旦配信終了します。ご視聴ありがとうございました。